沼津駅付近の鉄道高架事業は平成18年11月10日国土交通省から事業認可され、いよいよ静岡県の事業として実施の段階に移りました。鉄道高架事業をはじめとする沼津駅周辺総合整備事業が完成した後の新しい街のイメージを現在の街と比較しながらご紹介していきます。沼津駅周辺を上空から見ています。建物が密集した市街地の中心に鉄道の広大な線路敷地が横たわっているのが見えます。長年この線路が南北交通の妨げとなり、沼津の町の均衡ある発展を阻害してきました。将来の沼津駅周辺のイメージです。鉄道は高架化されてスリムになり、区画整理によって鉄道跡地には道路、公園、建物などが整備されます。沼津駅周辺は南北の市街地が一体となり、魅力ある都心に生まれ変わります。それでは各地区ごとに詳しく見ていきましょう。沼津の玄関である沼津駅、現在建設中の再開発ビルと南口駅前広場です。再開発ビルは平成20年春にオープンの予定で、合わせてビル前の歩道と駅前広場のロータリーの一部が改修されます。沼津駅南口から東側を見てみましょう。画面中央部、左へカーブしているところが現在の車両基地です。東海道本線、御殿場線とともに広い線路敷地が都心部を南北に分断しています。現在の車両基地は片浜地区に移転し、その跡地は区画整理で宅地化されます。線路敷地がスリム化され、都心部にふさわしい土地利用が可能となります。沼津駅南口の鉄道沿いの様子です。線路に沿って老朽化した建物が密集しています。この地区は高架後に生まれる鉄道跡地を活用した区画整理で、街の姿が一新され、環境も整備されます。沼津駅南口から西側を見てみましょう。現在の沼津駅付近では貨物の線路などにより鉄道の幅が約80メートルもあり、都心部の貴重な土地が有効活用されていません。高架後は鉄道の幅が約50メートルにスリム化され、南口駅前広場の拡幅など土地利用の可能性が広がります。駅の施設をどのようなものにするかは今後鉄道事業者と協議をしていきます。天音ガード西側の街並みです。道路の幅も狭く、老朽化した建物が密集しています。高架後は鉄道跡地を活用した区画整理により、街の姿は一新されます。前方奥には完成した再開発ビルが見えます。現在の添地町交差点付近です。
正面に見える道路は途中で線路に遮られ、駅の北側まで行くことはできません。貨物の線路が移転し鉄道が高架になると、鉄道の南北を自由に行き来できる道路が整備されます。天根ガードと上り道ガードの間にある現在の貨物線路の南側です。市街地の中心に貨物などの線路敷地が大きく横たわり、都心部の土地が有効に活用できていません。貨物の線路が移転し区画整理が進むと、鉄道跡地は宅地や道路になり、新たな街並みが形成されます。沼津駅の北口です。北口駅前広場から南を向いています。高架後、駅の北口と南口を自由に行き来できるコンコースが整備され、南北の駅前広場を平面でつなぎます。高齢者や車椅子の方も容易に駅の南北を移動することができます。北口駅前広場の前を東西に通る7通り線です。ビビ沼津のある東を向いています。この道路は現在はキラメッセ沼津の先で行き止まりになっています。現在の車両基地が移転し区画整理が進むと、7通り線は東へ伸び、国道414号と平面交差して、新たに駅北口と大岡方面を結ぶ道路となります。次に沼津駅周辺の主な道路を見てみましょう。国道414号の三つ目ガード南側です。ガード付近では1日約3万台の自動車交通量があり、慢性的な渋滞が発生しています。高架後はガードを平らに埋め戻し、道路は2車線から4車線に広がります。両側に広い歩道も整備されます。交通渋滞は解消し、自動車や歩行者は安全に通行することができます。三つ目ガード北側です。歩道は片側にしかありません。ガードは急カーブで大型自動車がすれ違いにくく、交通事故の発生や大雨の時には水没の危険もあります。高架後、三つ目ガードはなくなり、道路は平らな4車線に広がります。両側に広い歩道も整備されます。急カーブは解消し、交通事故や水没の危険はなくなります。沼津政務所前の道路から三つ目ガード方向を見ています。画面正面のガード上には現在の車両基地が見えます。ガードに向かって道路は下り坂になっています。高架後、三つ目ガードは埋め戻されます。現在の車両基地は片浜地区に移転し、その跡地は区画整理によって宅地などに生まれ変わります。天根ガードの南側です。この交差点は
変則的な形となっているため、自動車などが通行しにくく、交通渋滞が発生しています。高架後はガードを平らに埋め戻して4車線の道路となり、区画整理によって交差点の形も改善されます。天音ガード北側です。現在尾行通りは4車線ですが、天音ガードでは2車線となっています。鉄道の下を通る狭く長いガードは慢性的に交通渋滞し、歩行者なども長い坂道の歩道を通らなければなりません。高架後、ガードは埋め戻されて平らになり、道路は4車線に広がります。広く平らな歩道も両側に整備され、歩行者はもちろん車椅子などの利用者も容易に鉄道の南北を行き来することができます。天音ガード内部です。歩行者などが多く利用するガードですが、歩道は坂道があり、狭く暗く安心して歩ける歩道とは言えません。高架後、道路とともに歩道も平らに整備されます。線路敷地がスリム化するため、ガードの長さが短くなります。歩道は広く明るくなり、歩行者などは安心して歩くことができます。上り道ガード南側です。現在鉄道の下に2車線の道路が通っています。歩行者などは長い坂道を上り下りしなければなりません。高架後、道路は平らな4車線に整備され、歩きやすい歩道も両側に整備されます。高架橋の南側には東西方向に2車線の道路が整備され、新たに沼津駅付近と片浜方面を結びます。上り道ガード北側です。南側同様、現在は鉄道の下に2車線の道路が通っています。歩行者などは長い坂道を上り下りしなければなりません。高架後、ガードは埋め戻され、道路は平らな4車線に整備されます。歩きやすい歩道も両側に整備されます。国道414号竹の岬交差点付近の踏切です。御殿場線が通るだけでなく、現在の車両基地への入れ替えの電車も通るため、踏切遮断時間が長く、慢性的に交通渋滞が発生しています。高架後は踏切がなくなり、道路は4車線に広げられ、安全で広い歩道も整備されます。手前が御殿場線、奥には東海道本線の高架が見えます。現在の車両基地は片浜地区へ移転されます。竹の岬付近の踏切を南側から見たところです。東海道本線と御殿場線の踏切に挟まれたこの地域は狭い道路となっているため、交通渋滞が慢性化しています。歩道もなく、歩行者などは安全に通行できていません。
放課後は踏切がなくなり、道路は4車線に広げられ、安全で広い歩道も整備されます。この道路は南側は黒瀬橋付近まで整備され、南北交通の円滑化が図られます。